で、これも HDMI で、こっちに入れればいいのか。そうなんです、そうです。ちょっと、はい、長さ、長いやつを刺しますよ。はい、あ、長い、あります。はい、今、こっちは1メートルぐらいしかない。はい、はい、これで、これでカメラを、来い、これで来れば、とりあえず第一段階。来ない。こっちの使い方まずいの。FTB ってなった。あ、来た。来ました。これで今こっちが生きてる。あ、来てる。よし。おー。おー。初ですよ、初。あ、ブラックマジックなんですね、これ。ブラックマジック。同じアプリでした。お、なるほど。これで、あ、これで、縦横比が、アスペクト比が、おかしい。この縦、縦横比を直すにはこっち側の話ですね、きっと。なんだかわかんないけど。こっち側でエンコーダーソフトみたいなのっていうのは何があるんですか、その場合。ちょっとうちだと、ブラックマジック経由でワイヤーキャストっていうので配信してるから、はい、そっちで縦横比変えるんですけど。元の比率、これか。あ、そうです。これだ。あ、でも変わってないの。それがズームになるのか。ズーム側の問題なのか。うん、ワイドスクリーン、モッドの比率。あ、すみません。これで。あ、来た。HD、ハイデフにしたら、お、来ました。おー。これで、今2チャンネル繋ぎます。はい。そうすると、これで2。お、来た。素晴らしい、スムーズ、スムーズ、早い、スムーズ、スムーズですね。これでこのカメラの位置を、マジか、これでもういけちゃうのか。これいいな。これでこう喋って、で2カメ、おお、これこれちょっとなんか卓上スタンドがあります、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 あ、このブラックマジックいくらぐらいだ。これで4万、5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 万弱ぐらい。それぐらいで買えちゃう。そうなんですよ。それで買えちゃう。そう。それで、これで、うん、早いっすね、やっぱ全然違和感なく、気持ちいい、気持ちいいっすね。これで次は360度、下手すると、そうですね、これです。本当360度はまだこれで受けられないはずなので、うん、360度はまた別に考えないといけないとは思うんですけど、うん、まず360度カメラの説明をしつつ、こう、例えば、これはあれか、これはあれか、Android で、これで、例えば、ズームで画面共有で、ここにエアプレイってのがあるんですよ。これでエアプレイにして画面共有かけて、これ、あれ？入出、あれ入ってたはず。で今、Wi-Fi が来たので、これで Wi-Fi ここのつながっているので、これで AirPlay で画面ミラーリングすると Zoom が見つかるんですよ。これで、今度 Wi-Fi としてこの画面が共有かかったじゃないですか。なので、はい、これで、画面として、これで今3チャンネルになったんで
はい、そうですね。今、PC とここで2チャンネルで、合計3チャンネルで、PC に、このこいつから、エアプレイかけているという状態になっていて、今度、こいつをスマホのアプリで受けると。すると、360度の画面が、一応、ああ、そうか、それで、ここだ。ここでだから、ここで Wi-Fi で繋げなきゃいけないから、うん、ここでこっちに繋いじゃうとこれ切れちゃう、ね。ああ、なるほど。だからやっぱここ優先ですね。そうすると優先でやる。そうだ。なるほど。ああ、やっぱり優先必要だな。優先必要だ。はい。で、いずれにしても、で、あ、それで来月、もしかすると、JICA、はい、の仕事をここで、はい、JICA の職員向け研修をさせていただくかもしれない。青学が閉鎖されたら、そう、もう大学で使えないかもしれない。やべえな、この使い方。いやなので、いや、本当、結構いける気がしません？これ、ビジネスにいけますよね。これちょっと。いやー、すごいな。でも、このリモートができる人はやっぱりなかなかまだまだ作れない。いやでも、やっぱこうね、こういうの置けるスペースと場が大事だなっていうのと、昨日の山本さんのライブでやっぱり分かったのは、はい、ホワイトボード超必要っていう感じで、そうですね、文字でアナログで書いて、フリップとして使うっていうのは、これ写真撮って大丈夫ですか？はい、全然ないです。もうむしろノウハウを全て。で、それも公開してる。好きに使ってる。はい、で、そうすると、多分、こいつが、こいつを、これ360度カメラで iPhone 直差しできるので、こいつだと、AirPlay で360度系のアプリの使い方が、配信できるんじゃないかなと思ってたりなんですけど、電源最近使ってないと思うと、人間のこと、多分あれだな、充電しなきゃいけない。いろいろまだやってないから、まさかの。これはじゃあ充電しよう。よし、なんとなく、これで。できるようになった。ズーム使い始めた最近ですか？いや、もう結構前から、うちのゼミも結構前からズーム必須で、あ、無料アカウントだったので、40分制限ずっとかかってます。そうなんですね、はい、ただまあ学生にとっては何回もやられ、また切れたらまたつなぎ直しっていうのを繰り返しした方が経験値上がるかなって言ってあんまり気にしないでやったんですけど、また一回プロライセンスもらっちゃうと、あの、まあまあ、まあ、快適すぎて、もう戻れない。戻れない。この怖さが今やってきていて、4月末までは教育系の人たちは今無償で使えるんです。うん、あ、そうです。それは今フル活用で、月額今5万円ぐらいかかるライセンスが今来てるんで、この1ヶ月ぐらいテストしまくれる。今じゃあ無料ライセンス期間でやる。そうです。はい。じゃあちょっと、軽くテスト配信します。はい、
よし。あ、これで、で、ライブ配信。あ、これ、この設定は僕初めてなんですよ。それで、ブレイクアウトルーム。ライブ中、Facebook。これを Facebook ライブにして、こうなるんだ。おー。これだけ？これでいいの？これでページ、イベントでシェア。イベントを地図。これ初めてです。こんなか。これだ。これだ。こんな楽なの？ストリーム機いらないんだ。おー、できてる。ちょっと俺も自分のところの仕組みいらねえなと思い始めるこれすごいなぁ。なんでしょうね、もうアプリ側で勝手に全部。そうですよ。いや、本当に。うん、くるくる。あ、来た。これで、ストリーム勝手にも、あー、来てますね。チェックインサラサラ。お、で、今ソニーの画面。あ、来た。違う。あ、こっちに来た。ズーム側の。これ。これをこうする。なるほど。あ、やっぱり。便利だな。これで。はいはいはい。地図バー調布360度パノーラマナイト。オンライン配信です。これは？デモモード。今デモモードになってる。このデモモードを解決するには。デモモード。デモモードを解除するには。デモモードなんだと思う。しばらくすると勝手に。デモモードなんか出たことないですか？今こっちも勝手にデモモードがありましたね。あっちもですか？はい。とりあえずちょっと配信スタートしてみます、ね。はいで、これでもうミーティングのセットアップが始まって、いやー、これは確かにもう戻れないな。多少落ち込みますね。そこそこの金額かけて。いやー、でも、あとは使い方ですよね。そうですね。このぐらいで良ければこの方法で。うん、この上を目指すんであればっていうところも。はい、で、今、これで、ライブがもう始まってる状態。しかも、クラウドでレコーディングも自動的に始まってる状態で、これ見えてるかな？これが、どういう状態なのか。ライブはイベントページの中に埋め込まれてる感じですか？
ライブ動画。あ、配信中です。これだ。あ、本当だ。入ってますね。それで、ちょっと共有してみます。あー、こんな形なんですね。始まりました。よし、さて、もうこのところ3日間ウェビナーオンライン配信ばっかりやってたこれ3日目です黙ってみます。本日 3月の27、プレミアムフライデー、360度、よいしょ、野望さん、タグ付けしておきます。はい、これでポチッ、はい、これで、はい、始まりました。これで一応研究室の方に。音聞こえてます？はい。これ音今、カメラが2台と、どうかな？音はどこから拾ってるかですね。音がまず聞こえてるのかどうか。あ、聞こえてますね。パソコンかな？はい、音、あ、そうですね。あ、内蔵マイクで。だから、音を良くするんであれば、さらにマイクを。そうですね。そうですね。ちょっとじゃあ、後で、Bluetooth を。持ってるんですね。はい、それで。よし、なるほど。クリスプスピーカーっていうのは、あ、はいはいはい。雑音を、取るやつか。押しとこう。はい。ですですです。あ、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 よし。はい、ね。クリスプというのは、PC にインストールしておくと、周りのノイズを消してくれる、あの、常駐系の、はい、音声管理アプリみたいなので。それは Mac？ Windows にもありますね。Windows、はい、なので、Zoom とかも含めてライブ配信をするときの音質を上げたい場合に、このクリスプを入れておくといいよっていうノウハウをこの前もらって、はい、ちょっと試しに入れてあるという状態で、今、Zoom の音声のところで通常の内蔵マイクじゃなくてクリスプマイクロフォンズの設定に、うん、を選ぶことができる。ノイズキャンセル？そういう感じ？そうですね。ちょっとこっちの線に行きます。はい、はい。よし。よし。じゃ少しずつテストしていきながら、はい、できます。まず、ツイッチャーの大阪くん。はい。こっちのカメラ。これ、僕、映ってるの？僕は、映ってるの？いいや、多分、それで、あ、みんなだいたい8時ぐらいに、8時前後ぐらいにみんな遅れてくる。なるほど。
なので、はい。ということで、多分もう、あの音も映像も、問題なく流れているということで、地図バー、調布のサラサラから、360度、カメラ、はい。360度パノラマナイトを始めます。よろしくします。よろしくお願いします。ということで、まあ、新型コロナの影響で、もうほぼオンラインの時代になっちゃった。配信がもう、こんな感じになってくんだろうなというところで。まあでも、1、2ヶ月で一気に広がりましたね。ですね。配信需要は。はい。ちょっと気持ちいい気はしますけど、はい。あとはこれはどこまで使いこなせるかっていうところですね。うん、そうですね。で、今日はどんな感じでやるのかというと、そういう意味で言うと、まあ、人数集まれないので、少人数で、まあ、ぼちぼち仕事終わりの方がここに、やってくるというところ、インターネット接続が不安定ですと言いましたね。やっぱり Wi-Fi が。オンライン、そうですね。無線の。なるほど。やっぱりこれで、やっぱり優先にした方が、前回も、Facebook ライブを PC から出したんですけど、はい、多少接続が途切れたり、トラブルが。多分今のライブ配信事情、仕事でやるときだと、無線は対象外でした、故障外でした、ね。なるほど、うん。場所によって全然やっぱ繋がんなくなって、うん、時間帯とかで。そうですよね。ここは比較的そんな人いない場所だからいいのかもしれない。状況によって何が起こるか分かんないですか。あ、そうですね。まだ今復活 しましたね。騙し騙し。騙し騙し。一回ない、お、今復活しましたね。復活すると、はい、ストリームに変わるから、また別の動画が立ち上がる。かな、ちょっと今、Facebook を、の方見てみます。側で。はい。で、よいしょ。あとあれですね、カメラのデモモードが相変わらず。消えないですか？消えないの、それちょっと後で。ですね、よし、あ、こっちもやっぱりこ両方とも消えないですね。消えないですね。ちょっと移動させましょう。いやー、やっぱり初回がグダグダになりますね。どうしてもこれを本番でやるのは、ね、そうですよ、本番で何事もないように本番でテストやる。はい、じゃあこっちに電源を起動して、こうして、これをこっちに回して、やっぱ USB-C のポートも足りないです。これで。あとちょっと。おーし、じゃあ PC を。これを、この距離を。しつつ。これで。はい。はい、これならいけるかな。モニターがあるビデオカメラ大事ですね。モニターはそうですね。もうそれも1万5千円ぐらいに買えちゃうので。あ、そうなんですか。え、今これ、このカメラですか。HDV、これだったら1万5千円。ただデジタルだからと画質が。なるほど、なるほど。1万で買えちゃうからいい。ビデオの開始が。これで、へぇー、あ、よかった。あれ？あ、そうか、今の。何言ったの？フェイスタイム。ビデオ開始で、これで、はい。よいしょ。よいしょ。うん、お疲れ様でーす。ライブ配信のテストをしながら、ああ、そう。オーナーが。すみません。あ、なんか前って。そうなんです、たぶん初めまして、ね、そのままこの光景が流れる。怪
怪しいやつ。飲み物はどうされますか。どうしようかね、その、お茶キャッコーラとか。あ、そうですね。お茶キャッコーラとかですね。よし、じゃあ Zoom、Zoom で参加できるように Facebook に Zoom の共有 URL を送ります。これでズームボマーこの前マクラリのイベントありましたよね。あ、僕出ます。はい。出ましたよ、参加した。はい。あれってパスワード別に送りました。そうですね、パスワード別に。別にしました。あれは確か、なんか、何でしたっけ？いや、投げたの。一回さらしたんですよ、そうですね。それそれから、はい。発信されて、あの、大事に。ちょっと外国人アダルトないはい、どうぞ。なるほど。じゃあパスワードパスワードで何でしたか、メールかなんか。なるほど。パスワードをどう送るかですね。そうですね、はい。で、多分今飯塚さんがスタンバイはできてるので、うん、そうです、いろいろ今日はちょっとグッズを持ってきてるんですけど、今ネットワークも有線がつながっていて、はい、Wi-Fi あります。なので。今僕 Wi-Fi 切りますね、一旦、はい、これで Wi-Fi を切ります。これで有線のネットワークでちゃんと流れていれば OK です。あと Zoom の受け渡しを Zoom ボマーに、悪用されないように受け渡しをするということで、ミーティングのパスワード、このまま、あ、直接送ればいいのか。だから、わかった。Zoom に参加されたい方、Zoom に、Zoom 参加希望者は、ここにコメントくださいと。そうすると、Facebook で確認。直接、Facebook の DM で、URL を送ります。こんな感じか。で、飯塚さんに直接メッセージで送る。そうすると、これで Zoom の画面を見ておけば、スピーカー、テステステス、テステステスというか、これは音がでも、こっち側で聞こえてない。音を、聞こえますか？あ、はい。自分今僕しか喋ってないから自分に返ってこないけど、これで飯塚さんがズームに入ってくれば、飯塚さんの声が来るはずということですね。なるほど。あ、来た。飯塚さん聞こえますか？聞こえます。はい。あ、 OK です。音声聞こえてます。今 Facebook ライブの、あ、お疲れ様です。
よいしょ。あ、マップボックスのです。ありがとうございます。背景、バーチャル。あ、バーチャル。はい。バーチャルバックグラウンドです。伊塚さん、あの、アップル、お手紙と、あ、これ、届きました。ええ、適切に、適当に、7掛けぐらいで誰か買ってくれれば。よいしょ。これで、はい、大体、割と Facebook ライブも安定して見えてる形で、いい感じですね。あとなんか、配信のところで気になったところあります？飯塚さん側から。やっぱり Facebook ライブはかなり途切れますね、音も画面も。はい、で冒頭、最初の頃は、ここの会場の Wi-Fi 使ってたんですけども、今 Wi-Fi 使いまして、有線に切り替えました。あ、そうですか。はい。安定していけば、まあいいかなということと、はい。と、そうですね。一応、そのぐらいしか、やってないですね。で、こちらの画面を、ちょっと、僕も、僕の画面に、優先にするにはどうしたらいいっけ？ギャラリービュー。これでこうか。これでビデオの固定。これで僕の画面になりましたね。はい。で、今、ここの会場として試してるのは、画面も止まってます。はい、動いてます。はい。で、多分飯塚さんも動いてます。これで、僕が今度、画面の共有で、違う、こっちか。僕の iPhone の画面に切り替えて、置くと、これで、僕の iPhone の画面が映ってるはず。で、これでカメラモードにすると、遠隔のカメラとしても認識。あ、切れた。切れました。切れました。切れましたね。共有、一回切れた。で、しかもこれライブモードになった。また復活した。あ、なんか iPhone の画面を、なるほど。いろいろ、画面の共有でケーブルを使って、iPhone の画面を共有しようとして。そこまでうまくいくの？今、古橋の iPhone の画面は切った。ということで、アプリの画面は出る。ちょっと検索してください、うん。で、アプリの種類によってカメラアプリを他に切り替えると、あ、来た。これで、あ、来た。感じです。これで今、僕の iPhone のカメラ越しに状況見えているということですね。はい。OK。で、今日の機材周りだけちょっと、これ、あの、本題とは関係ないですけども、ブラックダイ、マジックデザインの、ATEM Mini ってことですかね。スイッチャーを1個挟んで、今、ハンディカムにソニーのカメラを2台置いて、スイッチャーで画面を切り替えるということをやると、割とスムーズに手元側で、状況を説明することができるかなと思ってるんですが、課題としては、しばらくするとカメラのデモモードが勝手に始まる。多分これ設定でデモモードをオフにしとかないといかんというところが、デモモードって多分一定時間何もしないと勝手にお店で陳列用の、はい、デモモードに切り替わるっていうので、多分カメラの設定でデモモードに切り替わらないようにしておかないといけないはずが、そうなってないというところを、今学びました。まあ、ちょっとこれをおいおい直して、今ちょっと、小島さんが直してくれてる。はい。という形です。はい。ということで、ちょっとこんな形の、設定をしながら、Zoom を経由して、Facebook ライブをやるということと、
ちょっといろいろとやり方を工夫したいなというところもあります。はい。ということで、今、1カメ、2カメ、これが1カメか。1カメ、1カメ、2カメ。という状況です。よし。はい、じゃあ、だいたいこんな感じで準備が整ったので、まあ、あとで言います。また、この方を出したら、ちょっと触れば、デモが解除されるので。じゃあ、お疲れ様です。改めて、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よし、はい、はい、水田さんから、はい、はい、チャットが、で、今日は360度パノラマライトということで、割と、いろんなパノラマカメラを持ってきて、ちょっと、マッピラリーも含めて、まあ、地図バーなので、単に360度だけじゃなくて、360度カメラと位置情報を組み合わせて何ができるかっていう話を今日はやっていきたいなと思っています。何かあれば Facebook の方とかにコメントいただければ、Zoom の参加 URL を共有します。で、よいしょ、これもどっち、今のところは、あ、はい、お、中尾来た。中尾も送っとくか。中尾も、こっち。はい。よし。で、この2カメに戻して。はい、あ、ありがとうございます。はい、今日持ってきたカメラをちょっと説明しよう。よいしょ。今日持ってきたのは、まず、まあ、シータ、リコーのシータ、この辺ですね。まあ、360度カメラでは割ともう老舗になってきているもので、これシータ S かな。シータ S。第一。で、リコーのシータ系だともう一つ、シータ Z がどっかに。まだ荷物整理が終わってない。はい、シータ Z1 ですね。Z1、これが一番最高機種です。ちょっと、まあ、一回り厚いし重いし。というところですけど、お、中尾来た。中尾聞こえてるのか、一応そっちミュートか。聞こえてます。はい、あ、お、ユフラさん、おー、だんだん人数増えてアライブって言ってます。アライブ、はい、その話は今日は恐竜の話は今日はシータですなので、まず、今日リコーのシータは2台に持ってきてます。はい、で、あ、どうぞ。もうどんどん。あとは、割と業界でよく使うのだと、インスタ360シリーズですね。これが、インスタ3601っていうタイプの、です。これ特徴は、ライトニング。近づく。ライトニングが直差しできるので、通常 Wi-Fi でつなぐことが多いパノラマカメラの中では、インスタ系は割と直差しができるっていうところが一つの強みにはなっています。ちょっとこのあたりも含めて、どう使うかっていうところは、今日共有しようかなと思います。インスタ1。で、インスタ1、インスタ3601の前に結構いろいろ彼ら出したの。これがインスタ360 Air っていうやつで、これは Android 用の、マイクロ USB に直差しできるタイプです。はい。これが、インスタ360の初期のですね。あと、これがインスタ360ナノってやつで、ナノ。インスタ360。で、ナノは、
これもライトニングは直差しできるタイプなんですけど、まあ、これの応用版というか、発展版としてインスタ3601が今出ているというような形です。なので割とインスタ360系はこういう直差しを意識しているものが多いです。はい、であとはこれ LG ですね。LG360 シリーズで一応コスパが一番安くて手に入るものだと LG ってすごく、まあ、安価に手に入るっていうところと、あと後で説明するマッピラリーもう LG のこの360シリーズは一応対応しているというところで、使っている人たちは割と周りに多いかなと思います。あと、次、空間ですね。でこれ、空間も最初の頃の空間です。はい。はい。中国の、神田オートメーカーが出していて、これ特徴は、LG。よいしょ。になる。で、なんで LG になるのかっていうと、これカメラが3眼で、こっち側に1つと、あとこっち側に2つついてて、この2つの方を使うと、いわゆる立体視の状態でデフスっていうその距離を測ることができる。その距離をまあ測りやすくするっていうところも含めて、目をあの横に並べたような形での、 あの立体視モードに切り替えるというので、LG に折れるというのが空間です。で、クーカムの最新機種はクーカム 8K ですね。この、シータ Z1 よりもさらにまた一回り大きくなった。こっちがシータ Z1、こっちがクーカム 8K という形で、ちょっとやっぱりでかいのと熱い。さっきのシータ S とシータ Z1 と同じぐらい の違いがあるかと思ってます。はい、まあ、こんな感じで今日、いろいろとカメラ持ってきました。いうところです。ガーミンはないですか？ああ、ガーミンバーブ360は高くて、あ、やっぱり、はい。で、どうしようかなと思って、この前、アマゾンで安売りしてた時に、一瞬、そう、10万超えなんですよね、ガーミンバーブ。で、あれが5万円台ぐらいで出て、で、これは買いかなって、みんなざわついた時あったんですけど、あ、まだデモモードになった。よし。これで、あの先日の21日 の, あのマピラリー勉強会のネットイベントの、はい、西村先生でしたっけ、はい、西村先生とかは、はい、バーブ。バーブ、そうですね。バーブカメラの位置。これで。バーブの位置。これで2カメと、はい、多分このぐらいの感じでやるといいのかな。はい、あの飯塚さんとか適当にタイミング見てゾーンを突っ込み入れていただいて大丈夫です。質問とかもで、そうガーミンのバーブ360っていいのはやっぱり GPS 内蔵で、今紹介したもの全部 GPS ない。基本360度カメラってもうこのシータもそうなんですけど、基本このカメラには GPS が内蔵されてないので、スマホの GPS の情報を取得してそれで紐付けるっていう形での位置情報、まあ、タイミング、状態グになるので、これが一つ課題ではあって、でそれを補ってくれるというか、そこを、まあ、ある程度効率よく使えるっていう意味では、バーブガーミンとかバーブ360はすごく魅力的ですね。あと、GoPro 系とかも含めて、いろいろ他にも選択肢はあるんですけど、設定が、すごい、それも設定が流れてる。こっちのカメラ。あ、違う、これで1カメになるんですけど。逆に、あ、やっぱり、デモモード。デモモードの、はい、ありがとうございます。あ、スマホで調べてたんで、そうです。ありがとうございます。で、そうなんです。そこバーブ360っても高いっていうところの弱点をどうしようかなっていうので、お金出せば買えるけど、シーターって3万円ぐらいで買える。だいたいこうインスタ、まあ、こういうコンパクト系の360カメラって今安くて3万円前後で、ちょっと高くても5万円前後で買える。
ていう中で、シータ Z1 とかバート360ってやっぱり10万超えのものってすごくやっぱり敷居が高くなっちゃう。10万出すのから iPhone11 買おうってそういう、ありがとうございます。はい、これ2回目、おお、いい感じです。ありがとうございます。今2回目に切り替えました。はい、はい、で、そこをどうしようかなっていうところはすごい悩みどころではあったんです。で、そうなんですよ。そこで悩んでて、手軽に安くっていうところになるとシータもいいなと思いつつ、あと LG とかも含めてこの辺だと本当に2万円とか、そうすると1万円ぐらいで買えちゃうので、このあたりでもいいかなと思いつつも、結構使い勝手がみんなバラバラであるというところで、そこで悩んでいろいろ買っては試してたんですけど、決定版が出ないまま今になるっていうのが正直なところです。で、割と一情報系やるんであれば、やっぱりバーブ、ありがとうございます。バーブ360は一つの答えかなと思うんですけど、答え、あのお金で解決ところがどうしても出てくるというのはこう難しいという感じですね。はい、で、割と360度カメラを最初にやり始めた頃って、まあ、今でもやってるんですけども、ギガパンっていうパノラマカメラを使ってて、ちょっと画面共有しましょう。もともとやっぱりストリートビュー、よいしょ、そうですね、はい、ちょっとなんで、古橋が360度パノラマカメラに興味を持ったかっていうと、もともとギガパンっていうのを、教えてもらったっていうところがスタートで、2005年に Google Earth がスタートしたときに、当時 Google Earth の2トップだった、マイケル・T・ジョーンですね、もともとキーホールにいた、で、Google に、まあ、買収されてキーホールから、Google に移籍して、で、ジョン・ハンケと一緒に、まあ、Google Earth を作っていった人たちの中にマイケル・T・ジョーンズがいたんですけども、で、彼がちょうど日本に東大のカンファレンスで、あの Google Earth のプレゼンをしに来てくれたときに彼と話をして、いや、日本に来たときに何やってるかというと、とりあえずビッグカメラに行く。とりあえず日本に来たらバイク・ティー・ジョーンズはビッグカメラに行って、その時一番いいやっぱりニコンとかキャノンのカメラとかレンズを見る。で、それで何するのかって言ったらギガパンを撮るんだよ。で、ギガパンっていう仕組みは基本そのロボット運台として、まあ、ここにあるように、一眼レフなりコンパクトデジカメなりカメラをこうロボット運台の上に乗せて、でロボット運台がいろんな方向、360度の方向に、行角と方位角を、制御しながら、自動的にシャッターボタンを押してくれる。それは物理的なシャッターボタンを押してくれる場合もあれば、電子レリーズでシャッターボタンを押す場合もあるというような形で、こういったこう、デバイスの、まあ、存在を知りつつ、それが Google Earth にも展開できる。で、そうすると位置情報もつけて、自分たちで、Google ストリートビューが始まったのが2007年からで、ストリートビューが始まる前から、まあ、こういう360度のパノラマの写真を、彼らは、まあ、撮ってるということを、知って。で、その中で、ギアパンのやっぱりすごいところは、今までの360度カメラで表現できなかった、ものすごく、まあ、ギガピクセルっていう名前の通り、10億画素レベルの、1枚の写真で表現できないような解像度で、パノラマ写真を一般的なカメラで撮ることができる。で、この写真を撮るために、結局何百枚何千枚って写真を撮らないといけない撮影作業に関しては自動化する。ロボットカメラで、ロボット運台で、自動化する。
ということで、これが、実際に緯度経度もついた形で管理される仕組みが Google Earth の中に取り込まれていくんだなっていうことを2005年にマイケル・ティージ・ジョーンズから教えてもらって、でちょっとそれをこうハマり始めたっていうのが、で、これ例えば今ニューヨーク の, あのマンハッタン島の、リバティタワーのてっぺんから撮ったやつですけども、でこうニューヨークのマンハッタン島に行ったことある人は多分分かると思うんですけど、大体みんな自由の女神を見たいとかって思うんです。でそれがどこにあるのかっていうのを地図で見るのもいいんですけど、パノラマカメラでこうニューヨークのマンハッタン島をこう見ながら、この辺のどこにあるんだろうっていうことを見たときに、普通のカメラだったらこの、よいしょ、ズームしてもそんなに詳細って見れないんですけど、実際に自由の目を見て、この島、ちっちゃな島のところにあって、マンハッタン島の一番南の港から観光船が出てで、ちょっとしたクルーズをして自由の女神を見に行くっていうのが、この公園の横に港があって、こういうことも含めてこう知ることができるっていうので、割とやっぱり僕の興味はそのものすごく、まあ、高分解能なパノラマをいかに手軽に撮れるかっていうところで、こうパノラマのカメラと、あとその写真がちゃんとこう地図上というか地理空間上の、まあ、一箇所にきちんとロットできるっていうところが、この技術の良さかなというふうに思っていて、結構この辺りの技術を、この十数年やっていくというところがあります。で、マイケル・ティ・ジョーンズから教わって、こういう技術があることを知って、で、いろいろやっていた中で311が起きたときに、まあ、この技術ってやっぱり街の景色を記録するツールとして、まあ、ストリートビューもその頃始まっていたので、2011年には Google もストリートビュー始めてましたけども、よくいろんなところで見せるのが311の後、やっぱり被災地の状況をこうどんどん消えちゃうであろう景色をなるべく現場にそのリアパンのパノラマカメラを持ってって、でその景色を記録するっていうことを結構意識的にやって、もう多分僕も含めてこれで被災地を撮った写真の枚数は、タスケアジャパンの情報レンジャーのチームを含めて数百枚、多分千枚近くこの写真を撮っているはずです、ね、で全部オンラインで公開。でそうするとやっぱりその場でも、今これ大津町 岩手県大津町の赤浜という集落で、もう今はこれもすぐに2ヶ月ぐらいで取り壊されちゃったんですけど、フェリーが、まあ、上に乗っかってて、まあ、浜よりっていう船であるってこと、まあ、ズームすれば読み取れるぐらいの解像度を見るわけですけども、まあ、こういう写真を撮ることによって実際にはこれ覚えてるのはここに鳥居が倒れてる、こういう状態で、ここにこう警察の車両がじっとこっちを見るみたいなここの目線を感じながら、実際にここでドローン飛ばしたり、こういうパノラマカメラで写真撮ったりっていうところは、地元の、町役場にも連絡してあったので、僕らは職務質問は受けませんでしたけど、こういう情報を持っておくと、現場でどういう状態だったのかっていう、こういう津波で破壊されたまあ、家の、まあ、捜索活動とかも含めてどんなこう情報が記録されていて、スプレーで書いたりとか、ここに仮設の、電信柱が立ってるんですけど、これ、衛星通信のアンテナ、パラボラアンテナがついて、でこの下に、発電機が置かれて、でこれソフトバンクの携帯がここにつながるように設置されているもの、まあ、いろいろ現場のことを覚えてるんですけども、まあ、こういうことがパノラマカメラだと全部360度、実際にはこれ今、右の端のラインと左端のラインがくっついてぐるっと一周回る形で撮影されてるんですけども、こういうカメラ
このカメラはですね、多分リコーの、リコーのペンだった気がしますね。リコーだった。オリンパス、そうです。ペン E、P1 ですね。デジタル一眼のコンパクトデジタル一眼。ミラーレス一眼の、初代の EP1 で撮っていますね。画素数でいうと 4.9 メガピクセル、5メガピクセルなので5億画素ぐらい。500万画素。はい、ですね。一桁ちょっとしたぐらいです。そうですね、なので今、これ、あ、すみません、これ、なんか違う、カメラとして500メガピクセルですね、なので、スティッチしたものが 0.58 ギガピクセルだから、そうですね、だからやっぱり、6億画素ぐらい撮ってるんですね、はい、1枚あたりの写真の解像度が500メガピクセル。5メガピクセル、500万画素のカメラで撮っていて、それを、多分ちょっと覚えてないですけど、これ枚数は、多分数百枚、200枚とか300枚ぐらい撮ってた気がします、記憶に。あります、242枚写真撮ってます、242枚の写真を撮って、それをスティッチングするっていう形で1枚のパノラマに仕上げるっていうのが当時の高分解能の、パノラマ写真の撮り方です。なので、一発でっていうか、はい、200何枚撮って、はい、なので、時間は30分ぐらい多分スキャニングするだけで時間かかってるので、人が動いてたりすると、その人の動きが途切れちゃう。なので、この警察官は30分か、ここから。まあ、ここの写真を撮った時だけ動いてないんです。多分、ここ多分人が歩いた、目の前。はい、なので、これワンシーン、こう、ちょうど人が部分的に映っちゃったけどもっていう状態ですね。なので、これ止まったシーンは撮りやすいけど、動きのあるシーンはギガパンってすごく苦手ではある。でも最近はやっぱりすごく VR にこういうデータを持ってきたいみたいなので、背景はものすごく高精細に撮っておいて、その上にさらにこう VR 的な 3D のキャラクターを動かすみたいなところでは、結構割と最近すごくギガパンがまた人気が出てきてる感じはします。が割と もうギガパンが出て15年以上経ってるので、まあ、こういう技術の中で、パノラマの技術がいろいろ進化してきてるなとは思っています。はい、ちょっと、ざっと。他、つなぎたい人いるかな。今のところ2人ですね。ざっと、なんか特に飯塚さんとかコメントあります？ OK、はい、OK、はい、ズーム越しに、はい、で、そうシータが出たときは、正直やったら解像度、まあ、こういうちっちゃい、パノラマカメラって、僕はギガパンから入ったので、やっぱ撮って最初数百万画素ぐらいのものだと、すごく物足りないっていうところで。で、あとギガピクセルパノラマって、僕はすごく相性がいいなと思ったのは、人間の目にすごく近いレゾリューション撮影できる。で、人間の目がだいたい片眼で 1.5 億画素ぐらいの神経の数があるので、でまあ、両眼で見てて、オーバーラップ率も考えると、3億画素もない。実人間の目の分解能でリアルな空間をこうキャプチャーすると、オーバーラップ率も考えると、まあ、せいぜい2億画素ぐらいで、しかも視神経って、明暗を判断する神経と色を判断する神経と2パターンあるので、そういうのを組み合わせるとどんなに頑張ってもマックス3億画素で、現実的には多分1億とか2億画素のレゾリューションで人間ってこう世界を見ている。で仮に1億画素としたときに、じゃあ1億画素のレゾリューションをこの
カメラが持ってるのかっていうと、正直それは今の、8K ですらやっぱそこまで、まあギリギリ近づいてるんです、8K なんで、うん。でも、やっぱり 8K だとそこまでたどり着かないっていうところがあるっていう中で、もうちょっとすると、こうワンショットでギガパンのような、こう連続して何枚も数百枚とか、だすると数千枚撮って実現してきた高解像度のパノラマは、もうちょっとするとそこそこ人間の目と同じぐらいのレゾリューションで見れるようになるかなとは思っています。なので、あの、シータ、リコンシータ Z1 が600、まあ、6K ぐらいです。5.7K ぐらいの、動画撮影ができますし、空間も 8K という形で、だんだんこうレゾリューションは高めには出てきて、ただ、まだその数字も、空間も 8K とか、まあ、シータもそうなんですけど、まあ、弱点があって、これ結局、2眼あるんですけど、僕のイメージでの 8K って、よいしょ、フリップで。これ普通の360度カメラは2眼だったら2眼で、それぞれ1つずつのレンズに対して、1対1のこう CCD、こうセンサーが、配置されるので、リコールシーターは基本2眼ということは CCD も2つあるんです。で、プリズムで下の方向にこう、これ空間か。下の方向に、光を持っていって、この下の方に CCD が2つあのずれながら配置されてるんですけども、逆に言うとそれぞれの映像、あの画像をデジタルデータで格納するときに、今のところ割と主流なのが、どう書いてるか、こう1枚の画像にこう こんな感じで天球画像、180度の、空間を撮影して、で、これで、全体で 8K。ここ無駄なんです。これ全部、こう、ここも使い切れば、フル 8K なんですけど、今言ってるのは、8K の映像を記録するときに、今、片側の画像と、もう反対側の画像が CC でそれぞれキャプチャーされてこうマージされる。で、1枚のこう長方形の画像になっていて、これが 8K なり、今最大 8K あるんですけど、まあ、ここのこう端がきちんとフル解像度全部情報として使い切れてないっていうもったいなさはすごく感じていて、まあ、実際 8K って言いながら 8K 相当かって言われるとちょっと落ちるっていうところは弱点かなというふうに。これもうちょっと使い道がちゃんと使った方がいいんじゃないのかなと思いつつも、そこまでちゃんと使いやすくなっているものはないというところと、結局パノラマ屋さんが一番使いやすいのって、これをもとにエクイレクタングラーっていう、ちょっとスペルが怪しいですけど、通常シータとか空間も 8K とかで撮影すると、あ、こっちの方ですね、2カメ、この画像の中のこの各あの両方の、片側ずつ撮影した画像を、投影変換かけて、1対、縦1横2のエクイレクタングラーという投影変換をかけることで、真ん中の真上、まあ、真上って、まあ、実際にはあの上のラインが全部点長になるんです。点長になって、奥左端と右端がぐるっとくっついて、ここが一番下の面になるという形で、これだとこう一つの画像をフルで使えるレゾリューションを確保した一枚の、画像、あの JPEG だったら JPEG の画像として格納できるので、まあ、無駄がない、投影変化という形になるんですけども、一般的に撮影をすると、今のパノラマの画像はこの、カメラの最初の一次データとしては、2つの丸が、描かれている状態から、
何かしらアプリケーションを使ってエクレクタングルの変換をかけてあげるという手間が必要になってくる。で、これが結構、まあ、ストリートビューを作るときも、あと効率よく作るときも結構な壁になっている感じはあります。なので、ちょっとそのあたりも含めて現実どういうふうにこれを処理しているのかっていうのを少し画面も見せながら説明していこうかなと思っています。はい、ありがとうございます。同じ画面だとそのたまにこっちによいしょですね。で、今8時、はい、ちょっと先にアウトプットというか画面に切り替えて、ちょっと、こちらの画面を映します。で、まあ、ピラリーもそうなんですけども、まあ、ストリートビューでもいいんですけども、Google ストリート。大体、こう、パノラマのデータを共有、まあ、投稿するサイトって今いくつかあるんですけど、東京駅ですね。これです。拡大。最大化。フルスクリーン。これ、Google ストリートビューで見たときの、東京駅の中みたいですけども、これ実際に、内部データとして、格納されているときに、多分ほとんどの場合は、さっきのエクレクタングラーのデータとして格納されてるんじゃないかなと思います。基本的に、Google ストリートビューにユーザーから投稿するときもエクレクタングラーに、したデータを、投稿すると、あと適切なメタデータ、どのカメラ使って、まあ、どういう条件で撮ったかということが受け渡されれば、大体まあエラーなく受け渡すことができるかというところが。で、投稿者向け。説明とかのかな。おいしい。ポイント。あ、これですね。これが、アスペクト比2対1。これがエクレクタングルですね。はい。で、まあ、難しいこと書いてないですけど、とにかく縦1、横2っていう割合で、書いておくと。うん、っていうところと、あと、今だともう、ストリートビューは 7.5 メガピクセル、まあ700メガ以上、あ、700万画素以上の、高解像度の写真を、求めています。で、まあ、ピラリーも、まあ、ほぼ同様に、今これマッピラリーでログインしましたけれども、自分のアカウントで、ウェブ、ブラウザー越しにデータアップロードする場合には、自分のアカウントでログインした後、アップロードのボタンを押せば、読み込み中。これでアップロードっていうところを押して、ここでエクレクタングラーで撮影されているデータ、画像のデータをここでアップロードしてあげれば、受け取ってくれるというところでは、基本、ストリートビューも、マッピラリー、あと、多分オープンストリートカムはまだ、360度カメラに対応してない、だったはずなんですけども、ここでのデータの受け渡しに関しては、基本、エクレクタングルになっているかどうかは結構ポイントになります。最近の後もこれで。まあ、いくつかマッピラリーの場合には他にもアップロードするツールが、あります。
けども、基本シータの写真とかも含めて、位置情報がきちんとついている状態であれば、認識するはずです。で、次ですね。この受け渡しの方法の中で、結構肝になるのは、多分マッキラリーも含めて撮影していくときに、どれだけこう撮影した人がアップロードするまでの手間を減らせるかというところだと思うんですね。で、いろんな方法があるので、全部や、すべて説明できるわけじゃないんですけど、僕なりの今の効率のいいやり方で考えると、多分大きくアプローチが2つあって、1つは静止画で撮るか、もう1つは動画でいくか、大きく戦略としては、その2つかなと思います。なので、360度カメラで、ストリートビューのデータを撮る場合に、アプローチを静止画でいくか、動画でいくかというところで、ちょっと静止画のパターン。静止画のパターンの場合には、360度でパシャッと撮っていくのは、まあ、インターバル設定をしておいて、で、何秒きにとか、マキラリのアプリを経由すると、何メートルごとに撮るっていうことも制御できます。で、ただ、僕は静止画で撮るときも、マッピラリーのアプリ経由はあんまりほとんど使ってないです。で、なんでかというと結構トラブルが多くて、今のところ。で、これもそろそろ良くなってきたかもしれないんですけど、僕は割とシータ単独で撮ったデータを、さっきのエクイレクタングラーの、状態にして、それを、移動経路のメタデータがついた形で、ウェブのアップローダーでアップロードするのが一番、今のところ手間が少ないかなと。で、そうか。ちょっとだけ、マピラリのアプリの、説明をしながら。アプローチ。あ、ほんとですか。S。いろいろ。シータ S、シータ S、シータ S。いろいろ。で今度画面の共有を iPhone にしてケーブル使用。今古橋の画面に。はい。で、これ今古橋のスマホの画面ですけども、僕はカメラアプリを一つのフォルダにまとめて、ごそっとカメラ関係に。こんな感じで入ってます。で、この中に、シータはシータ、シータは、いつか、シータはシータのアプリとして、今、シータのアプリ。何を選択するチーターのアプリでちょっと今動画しか写真を、ちょっと懐かしい。これ去年、マッピラリの社長が、CEO のエリックが日本に来た時の飲み会の、この飲み、写真ですけど、エリックはこれエリック。マッピラリの社長、CEO ですね。まあ、こんな感じで、これ、実際に、静止画でパシャッと撮ったスマホで、
理工の中です。まあ、いろいろ、あの、業界の人がいるんですけども。これは今、チータのアプリで見ていて、取ったデータそのものは、カメラの中ではさっきの2つの円で表現されている型感ごとの画像をチータのアプリがリアルタイムで合成をして、あの、360度に見せていると多分思います。ちょっと間違ったらと思います。と僕は認識しています。で、いずれにしても、このデータを、スマホから、これはカメラからスマホに一回転送をかける必要があって、通常シータで撮影した場合に。で、その手間は今シーターとしては、必要になっていて、撮った写真単独で記録されているデータをそのままマクラリにアップロードできるかっていうと、そうじゃないっていうところがあります。で、それは結構めんどくさい。で、ただこれで撮影したデータ、を、これで、このデータを実際にこの PC にごそっとこう、このデータを、まあ、転送するっていうことができて、その時にちゃんとエクイレクタンギュラーの状態で吐き出せていれば、まあ、ほぼほぼそれで終わったよって言って、基本、シーターに限らず実は他のアプリも大体そうなんですけど、専用のアプリがあって、その専用のアプリにカメラからデータを、まあ、コピー、ダウンロードしてあげて、そのデータに適切に位置情報とかのメタデータもくっついていることを確認した上で、エクイレクタンギュラーの方式で、まあ、投影変換をかけた、JPEG 画像だったら JPEG 画像、シータの Z1 だったら RAW でも出すんですけど、そういったデータをきちんと PC 側で受け取って、それをマクラリにアップロードさせる方が、まあ、結果としてはトラブルが少ないんですけど、ツークッション、基本。カメラからスマホに、スマホから PC にっていう、2段階あるっていうのはすごくテーマ。で、さらに PC からマクラリになってアップロードっていうので、まあ、そこまで含めると3段階のステップがあります。で、こうはいかないですよね。360度から PC にはいかない。360度から PC が、今のところ僕は、あの、うまいやり方がまだ見えてない状況。で、いくつか、クーカムとかって、クーカムスタジオとかっていうアプリが出てきて、あの、PC のアプリがあったので、そういうのが進化してくれば、で、確か僕の知ってる限り、リコーのシータはデータ転送のアプリしかなくて、リアルタイムに撮った、リコの映像、あの、チータの画像を PC に直で送ってくれる機能はまだないんじゃないかなっていう気がしています。で、多分、多くの人がやってるのは、もうそうじゃなくて、マッピライのアプリから直接チータに接続するっていうやり方をしてるパターンが多いんじゃないかなと思ってるんですけど、僕は結構これで何度もトラブってて、正直、もう途中で疲れて、あの、これを使うのは諦めたっていう口ですね。ちょっと久々に試してみた。もし、マッピラリのアプリから直接シーターを使うんだれば、写真撮影モードにして、今こう、これですね。で、通常、こう、スマホのカメラであれば、このまま、写真をパシャパシャ撮ると、スマホのカメラからも写真を撮れるんですけど、これで、今、リッパスか。カメラ越しに。リコーの、どうしたら見えますか、メッセンジャー。メッセンジャー。ちょっと、ズームのあれを。はい。そうズームを、谷さん、ズームで入る。そうですよね。谷さんから来てる。はい。谷さんがズームから、ズーム越しに参加。はい。で、今僕のカメラが生きている。はい。で、今、リコーのシーターを、出してきて、シーター室ですね。で、電源入れて、Wi-Fi に。
どうぞ。おはようございます。おはようございます。ちょっと一回、はいですね。小林先生、おはようございます。おはようございます。あ、谷さん来た。あ、すいません。おはようございます。おはようございます。あ、どうもです。すいません、今、行けずで、ちょっと今戻って。いえいえ、大丈夫です。あの、ズームの、はい、あ、ちなみに、あの、あれです。アナフィーのサーマルの、まあ、V を撮ってきたんです。あ、ちなみに、その表情行って。ありがとうございます。すいません、お借りして。ちょテレビでちょっと放送できると、できたんで、はい。あ、放送というか、あの、はい、機能を全部伝えたんで。はい、バッチリです。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。今ちょうど、あ何時までやってるんですか？はい。何時までやってるんですか？あの、とりあえず9時ぐらいまでは、あのゆるゆるとやろうと。ああ、全然。大体セッティングが7時半までいかないけど、結構時間かかったので。はい。で、そうなんです。そんな感じで今、ズームが、話の中で今4人つながってる状態ですね。あ、はい、そうなんですね。あ、他の人はもう出ないんですね。いや、出てますよ。出てますよ。はい。みんなミュートして声を出してないだけで。あ、俺ぐらいですね、そこでよく。全然恥ずかしさもなく。いやいやいや、そちらプロの。全然、ちょっと僕もちょっとお家帰ってきて今飯食いな。そうです。今電話来ちゃったんで折り返し、あの一回切ります。はい、了解です。はい、はい、すいません。はい、じゃあ戻してきます。よし、で、話を戻すと、これでスマホにして。向こうのシーターが立ち上がらない。あれちゃんと充電しておかなかったら自分悪いんですか？来た。今、向こうのシーター S に久々に電源を入れて、で、リコーシーターもそうなんですけど、大体こういうのって Wi-Fi でつながる。なので、Wi-Fi のボタンポチッと押すと、通話。あ、そうです。赤ってことはまだ充電中ってことか。ちょっとまあ、じゃあちょっと、この次のステップだけ先に説明すると、マッピラリーのアプリの方でカメラの追加をすることができます。で、Wi-Fi につながって、Wi-Fi 越しに、つながってるカメラであれば、対応している機種によっては、ここに、アドバンスと。そういう仕組みだ。あ、これですね。アドバンストモードに今切り替えると、この右下のところにカメラで iPhone のカメラ以外にカムプラスっていうので、外付けカメラを設定して、これでシーターに繋がったらシーターとか外部カメラ、GoPro とか。なので Wi-Fi 越しにカメラが接続できるのは、マッピラリだと LG の360とシーターシリーズの、割とオーソドックスなものと、あと GoPro。バーブができるのかちょっと僕は確認してるんですけども。そんな方。あれですか ?iOS だと。いや、あれでも Android ができるはずです。アドバンスってボタンがある。それで、言われてみると、アンドロイドでやった記憶は分からないですよ。ちょっとじゃあ、アンドロイドユーザーの人に、ちょっと後で聞いてみます。
確認してます。はい、すみません、iPhone しか使ったことないんで、iPhone だと、そう見ると、こう、カメラを何台か撮る。まあ、基本1台。選べるんですね。で、よいしょ。で、これで僕はその最初に、あ、便利だなと思って、じゃあ LG でってなったら、まあ、ほぼほぼ8割、9割、絶対トラブルです。で、最初繋がるんですけど、繋がった後、何枚か取ると、ピチってアプリが落ちるとか、アプリ側の不安定な部分はもちろんあるし、まあ、いろんなトラブルがあって、結局あの、うまくいってる人もいるんですけど、僕は、トラブルが多すぎて、マッピラリーから直接360度カメラに接続するというのはリスクがありすぎると僕は判断して、さっきの3段画面を写真を撮っておきます。ありがとうございます。ありがとうございます。2段画面でやってるというところです。で、今、セッティングをしながら。常温しかないので、氷、あ、じゃあ、大丈夫ですか、はい、カメラ。そうです。それは、もう同時に、ユージフルに座標が守るんですか？どっちかというと、直接マッピラリのアプリに送っちゃう感じですね。あ、はい、なので、アップロードとしてはそれで撮影が終わったらそのまま、アップロードの画面で撮った写真をアップロードというプロセスなので、マッピラリのアプリから直接受け取ることができるんであればもちろん後的に手間はかからないはずなんですけど、特にトラブルが多いっていうところで、結果としては、空間なら空間のアプリで撮影をして、それをスマホに一回転送して、エクレキタグラの画像に落として PC にコピーする。その時って移動はどうしてる？スマホと360度カメラの、はい、は移動固定ですか？相対位置は。歩いて撮る場合には、基本、なるべく近くにスマホを持って撮るっていう形ですね。なので、はい、一脚とかにつけて、高く掲げるときの下の方にスマホをつけて、ちょっとプレビューしながら撮る形です。で、そうなんですよ。そこをどうやって効率よくやるかっていうところで、静止画だと正直まだすごく効率よくできてるわけではない。で、次のステップで、動画でやっていくっていうことなので、動画のパターンの時にはちょっと前までは、その動画のデータを MP4 形式で、撮っておくということで、動画の形式も投影変換もされた状態のエクイレクタングラーの映像にしておく必要があるので、その状態であればマッピラリー側でもある程度受け取れて、で、つい、去年までは、結構 GPX のデータと MP4 のデータを Web のブラウザ経由で送って、多少スタート、最初の時間を合わせをちょっとだけしておけば、ほぼほぼその GPX のデータから引っ張られた、ある時間の色系のデータを写真に、どんどんメタデータとして埋め込んでいって、マッピラリー側で展開してくれるということができるんです。なってたんですけども、それはちょっと、今の、レガシーというツールだったんですけども、もう今それは運用停止になっていて、基本、Mapbox Tools という、コマンドラインベースのツールでやり取りしないといけなくなっているんです。で、それで、去年のうちの研究室のゼミ合宿は、埼玉県の横瀬町のデータをボソッとムービーで撮るので、結構がっつり撮った。はい。これはこれです。この辺。で、そうすると、これ動画で撮ってます。で、もう結局、インターバル撮影で、
やっても大変だったので、まあ、この去年の段階では動画で撮って、これあの車の屋根に三脚立てて、まあ、一脚立てて、360度カメラで、これは学生によって空カムだったり、リコーシータ Z1 だったりなんですけども、で、その動画データを、これマッピラリのレガシーツールを使って GPX とセットで送った。ちなみに GPX のデータは、スマホのストラバのアプリを使って、あ、それでストラバ使って、はい、そうです。ストラバで GPS のデータを記録しておきつつ、それぞれのシータならシータとか、はい、クーカムならクーカムのアプリで動画も、撮影してという形で、撮ったものをこんな感じで展開するんです。これをもうちょっと、まあ、コマンドラインに今なってるのを使いやすくするっていうところが今、ノウハウとして貯めつつあるんです。で、課題は、まあ、動画に限らず政治家でもそうなんですけど、結構こう持つと揺れるので、あと人によっては一脚をこう肩にかけて斜めに撮影する人たちもいるんですけど、撮った後一回天頂補正って真上に、はい、あの歪んだ水平面が歪んでるパノラマ写真を、各フレームごとの写真を天頂の位置を自動検出して、水平をきちんと撮るっていう処理をしてあげないと、こんなにスムーズに繋がらないです。これ今天頂補正かけてるので、実際には撮影すると結構ブンブン揺れてるので、こんなに水平撮れてないんですけども、動画を撮影した後一回スマホのアプリで天頂補正の仕組みをかけて、天頂補正をしたものと GPX で撮って、なんか音が中尾家の音。おございます。あ、そう、あ、谷さん、谷さん帰ってきましたはい、あのというところでは、天頂補正は結構大事。キースのストリートビューを撮るときには天頂補正しないとここまで綺麗に撮れない。これでも車で、そうです、そうです。え、そんなにブレブレます。なので、スピード上げてる結構、Google のストリートビューが最初の頃 1.7 メートルぐらいの方が、今 1.4、あれ1.4 低い。2.7 が 2.4 だ。もっと下げてるんですよ。で、一応僕らが撮影するときに、Google のストリートビューが日本に来た時の問題点で指摘されたのは、こういう、こう、まあ、ブロック塀とか塀の高さの一般的な高さより上にするってことを覗き見てるってことになる。つまり、人間の目で街中のプライバシーって、こういう建物とかの塀って。谷さん、ミュートにして雑音が入る。谷さん、じゃあ僕がコントロールすればいい。はい、はい、OK です。OK。喋ってしまう。今は画面の共有かかっているんですよね。あ、かかってない。かかってない。あ、え、かかってない。もう一回。かかってる。これで見えてる。はい。そこはやっぱりちょっと現場というか、こう、街中のこう塀の高さもそれまちまちなので、こういうこう生垣とかも含めて、まあ普通の人間だったらこの高さ以上は覗き込まないよねっていう高さに、まあ設定をすると、だいたいやっぱり2メートルぐらいが限界かなっていう気はしてます。なので問題があれば消すし、でもまあ2メートルぐらいまでだったら許されるかなっていうところで、ちょっと高め、なるべく高くした方がやっぱり、あのそれなりにストリートビューとして使い勝手がいいっていうところありますね。で、ただ、ね、やっぱり長くすると結構ブレも出てくるので、なるべくゆっくり走りつつも、あと、一
洗車につけると結構自転車が揺れるので、天井補正は、あ、はい、一旦谷さん抜ける。はい。入ってる、ね、抜けてない。はい、またいつでも。天井補正はやっぱり動画で撮った場合にはすごく大事になるので、そこの処理はやっぱり入れた方がいい。なので、やっぱり動画の時も、カメラ側で撮影しました、そのデータをスマホに転送しました。転送した動画を、転調補正かけます。かけたデータを、MP4 のデータで PC に置いて、でかつ GPX のデータもセットで、マクラリの、マクラリツールズのツールを使っていく必要がある。なので、そうなんですよ。そこはすごくマクラリツール。まだまだこの使い勝手を良くしていけば、まだ基本ドキュメントも英語しかないし、いろいろなので。そうですね、ビデオサポートパッケージですね。ピラリツールズをどこまで使いやすくするかっていうのは今年の、まあ、僕は。去年まではこれが割とレガシーツールなんとかなって。なんででしょうね。いや、でも、まあ、単純にやっぱりアーキテクチャも含めて古くなったっていうところはあったんだと思うんですけど、ちょっと内情はよくわからないんですけど、使いやすかったというのは使いやすかったんですけども、で、マッペラリツールのも多少バギーなところがあって、結構うちの学生が去年苦労してたのは、エンコードの違いで、ちょっとトラブってたりとか、なんか予期せぬところでエラーが起きてたりしてたので、そこも含めて、あと、やっぱり GPX のデータの管理も含めて、ちょっとまだ使いやすいかと言われると、なかなかちょっと派手ではあと、結構マピラリーのコミュニティの中でも、普通のビデオって基本1秒間で30フレームじゃないですか。で秒間30フレームもいらないよね、みたいなところで、データをもう少し効率よく取って、なるべく長い時間撮影して、いろいろ広い範囲をカバーするとなると、秒間5秒、あ、1秒間5フレームぐらいの撮影でいいんじゃないかっていう、意見も出てきて、それは割と理にかなっていう、そういうやり方があるとは思うので、そこもちょっと、みんなのやり方を見ながら、ちょっといろいろと、やり方の効率化を考えている。で、一個、やっぱり使い分けて、今日いくつか、持ってきている中で、まあ、最近品質のいい、360度だと、やっぱりニコン Z1 かクーカム 8K っていう、まあ二択になってきたっていう感触はあります。でただ、マッピラリーに関して言うと、なるべく広い範囲を効率よく取るんであれば、僕は今のところクーカム 8K に行く場合。で、理由はストレージの問題。ああ、いや、はい。で、シータは内蔵ストレージしかなくて、マイクロ SD させないんですよ。これはもう最大の弱点で、で、そうすると、こいつで取れる限界のストレージ、そんなに、あれ、8ギガぐらい ?13 とか16とか。そんな大きくないです、ストレージが。で、こっちはマイクロ SD 差し替えればいくらでも128ギガとかいけちゃうんです。64プラス256とか。そうなんです。内蔵のストレージもあって、で、そのストレージの容量で見ると、大量にガーッと取るっていう場合には、ここは空間の 8K の方がやっぱり圧倒的に使いやすいし、これが出る前、去年は、はい、結局、空間の初代のこっちも、まあ、マイクロ SD が使えるので、今日は、まあ、マイクロ SD カードが使える360度カメラじゃないと、そこの効率やっぱり悪いなっていうのは、リコーシンタシリーズのやっぱり最大の弱点です、ね。なので、ワンショットでこう気軽に撮るっていうのは、いいというところはあるんですけども、そこはやっぱりマイクロ SD 対応してくれると使い方変わってくるかなと思います。で、
安心してます。はい、あの、シータってマウントの問題がある、はい、認識があるんですけど、はい、そこじゃなくて SD の問題がある。SD の問題まず。あとマウントは、これ、はい。そうそうそう。そうそう。今、小岩さん、マウントもいろいろ問題あって、あ、こっちか。はい。この、三脚のネジと、マイクロ SD、あ、これ USB-C が、後ろにつけて、かつケーブルを。そう。こういう 3D プリンターで、こういうの作るんです。あ、作ったんです。はい。これは、これは、はい、これ間にこうケーブル通せるようにして、置くっていうのがあって、これは、こっちみんなこう工夫してて、LG360 も同じで、ここにケーブルがあるんで、これをどうやって回避するかっていうと、間にこう 3D プリンターで自作の、これ、福島の渡辺さんが作ったんですけど、こういうのを間にかまして、純粋の金額買っちゃいましたよ、ね。高いって。こういう 3D のパーツの、こういう、これ、よくできてるの、これ開けてさせる。ああ、素晴らしい。これで、おあで、締めてスライドで戻す。はい。これ、渡辺さんが作ったやつで、うん、これで、ね、締めるとっていう。で、こういうのをうまく共有、作ると、そう現場で使うときのケーブル問題、ケーブルがぶつかる、ケーブルと三脚がぶつかるっていうような問題も解決できたりします。なので、そうです。こういうのが、みんな、それなりに苦労して悩んで悩んで、そこにたどり着いてるっていう状態ですね。ママです。あれまあ、僕の都合ですいません。地図バーと通常営業までじゃなくて、通常営業中止でした。あとはあれですね、長時間やる場合には熱ですね。僕なんかの 8K も完璧かというと全然完璧じゃなくて、はい、Z1 もそうだし、やっぱり熱をどう解決するかというところは、まだ課題で。これ、イメージは外だったんですね。そうですね。ここに放熱が、これ空間の 8K とか、ここに放熱のスリットが。古典的なやつで、こういう。ああ、炎上してっていうのが純正。バッティング問題を。ああ、そういうことですね。純正だと高いんです。すごく高い。いやー、そこを、すごいですね。あ、でも熱も空間もなんか、半分上がって多少改善されたとか。なるほど。なので、まずちょっと個人的にはこれつけたくないですよね。熱、ここで伝わらないようにしたいけど、このケースが伝えちゃうんです。ケースなんか何のケース？これカバー、あのケースとか、小屋のカバーなんですけど、なので、まあ、実際撮影するときは多分、外してやらるは得ないかなと思ってたんで、ちょっとやっぱりレジに傷つけたくない、なんかみたいなところなんです。これってでも、このマピラリーで使うにあたっては、あれなんだけど、屋外で移動しながらなそうです、風を受けながら、そうですね、はい、それで熱が止まる。結構、やっぱり、それでも止まりますね。なかなか。これをどうするかっていうところは、今後、今後とかいろいろ試しながら。一応、まあ、スリットも気持ち悪いけど、逃がそうとしてくれてるんですよ。なので、動画も静止画も含めて、まだ完璧に効率のいいやり方は、正解はないですけど、僕は今割と動画に心が揺らいでしてるので、それは理由は転調補正をかければ、結構制限値とかでいい。まあ、取りっぱし安心できるという安心感と、あと静止画でシャッターインターバル撮影って、設定をデフォルトのままやるとカシャカシャうるさいです。で、撮ってる感があって、すごいやっぱり、その人とすれ違うと、こいつ何撮ってるんだっていう顔されるので、動画だと音しないので、撮りっぱなしで、LED はもちろん光るんですけど、撮りっぱなしで、そのままこう動くっていうところでは、動画撮影で効率のいいやり方がもうちょっと
うまく回り始めると負けるようになると思うんですよ。なので結局僕今真っ暗で撮るときは手間かかるのであんまり360度カメラ使ってなくて、実際に iPhone SE とか の, あのスマホを、車のダッシュボードにフロントガラスをつけてインターバル撮影を普通にしてるっていう形なので、そこの壁をやっぱり気合い入れないと360度なかなかできないっていうところの差ですというのが現状ですね。なので、話をまとめると、360度カメラでストリートビュー撮るときも、マックレー撮るときも、基本、静止画であろうと動画であろうと、エクレクタンギュラーになってれば、まあ、大体今受け取ってくれるようになってきています。で、まあ、DJI とかの、とか、あとアナハイムも含めて、最近ドローンも360度撮影が対応してるじゃないですか。あれも撮ったら、基本、シェアボタンを押して、転送すると全部エクイレクタンギュラーに変換してくれるので、そのままストリートビューに投げれば、360度パノラマに変換してくれるので、ここは割とデータのインターオペラビリティというか、受け渡しは結構楽にできるので、ちょっと。なので、ドローン自体もうまく運用すれば、空飛ぶ360度カメラとして機能する。で、あ、そっか。例えば、今、ストリートビューで見ているんですけど、動いてるのかな。ちょっと、うちのゼミがよく合宿してる長野の山の中を見ると、ストリートビューが点在していて。これ多分僕が撮ったんですよ。これ、はい、僕が撮った360度なんですけど、これは DJI の Mavic Air かな。で、360度写真を撮っているんです。で、まあ基本も、パロットも DJI も、その、ドローンのアプリを使えば、ドローン自体がこう360度各方位移動して、カメラの仰角も設定して、カメラも撮ってくれるので、ここまでやってきて、で、これをさらにエクイレクタンギュラーできちんとダウンロードすれば、ストリートビューに放り込むだけで、勝手にパノラマ展開をしてくれるというところまでは気軽にできてきて、で、ただこれだとやっぱりドローン飛ばして上空で15分ぐらいとか、その各、まあ、短いと数分で、各方位に写真を撮るっていうところでは、これを何枚もこう大量に撮るってことはやっぱ難しいというところです。なので、やっぱりこういう形でこう写真をどんどん展開できるようにしていくっていう効率の、をどうしていくかというところで、ちょっと思いところで。データ集めてきた。今同じところで、で最初の頃はこのエリアも地上で撮影したときは、360度。これ、あ、違う、質問が。フィルターかけたはずが、あ、外れた。もう一回。これで。こんな感じですね。これ、静止画でインターバル撮影をして、
で山の中歩いてるんですけど、こう、まあ、向きもそうだし、やっぱり人が歩いてると水平もきちんと取れてない状態で、でもこれ僕か。静止画だと緊張ですよ。しにくいですね。はい、しにくいです。そうなんです。そうなんです。これ、はい、そうなんです。動画がいいと思ってたら、この転調補正を動画だとかなり自動化できるっていう良さが出るんです。なので、はい、そこの解決するっていうところも含めて、あとシャッターボタンの問題も含めて、このあたりを解決するのはやっぱり動画で撮る方がいいかなっていうところ。で、はい、で、はい、で、まあもう8時40分で、僕が今やっぱりこれのになると思ってるのは、この空間の 8K のプロ版が今年出るんです。はい、で、ここに書いてあるんですけど、空間も 8K は、一応、発表を、一応プレリリースから見ると、GPS 内蔵。つまり、バード360と同等になる。解像度はこっちの方が高い。あと、5G サポートになるので、Wi-Fi 通経由しなくても、直接キャリアで送れるようになる。で、こっから先どうなるかで、リアルタイムで転調補正してくれることか、正直わからないけど、ライブまで行けて、PC 側で例えばそれがネット越しに受け取れて、で、それがエクイレクタンギュラーでやってくるんであれば、もうちょっと面白いことできそうかなと、少なくとも、GPS 内蔵なので、ジオタギングの問題はかなり解決する。ということと、できれば 5G が本当に普及してきて、この360度カメラが直接もうスマホ経由しなくても 5G でデータをフルレゾリューションで引き出せるようになってくると、多分真っ暗な言い方変わってくるんじゃないかなと個人的には思います。これで、指摘を取るの？取らないと、ね、まあ、のとですね、まだそれこそ日本でも 5G ってまだここ数日ようやく、はい、すみません、はい、指摘なそれは何の話ですか。マクラリとして取る場合にやっぱり GPS のデータも大事だし、今のところで転調補正はやっぱりあるかないかで、データの仕上がりが変わってくるっていう意味では、静止画よりも動画の方がいいな、転調補正しやすくなってるっていうことを含めて効率がいいっていう。そうな話して、一応年内ぐらいな感じでしか情報ないですよね。で、少なくとも去年のその空間も 8K プロの話が出た後、特に情報って出てないので、最近のニュースに出てくる。金額の話は？金額はまだ発表されてないですね。この1ヶ月してくれると信じてるのが、そうですね、シータ Z1 の結果ぐらいじゃないかな。ですよね、多分ライバルとしてはシータ Z1 なので、シータ Z1 が12万後半、13万円ぐらいなの で空間の 8K が今8万円弱、7万円台出てるので、まあ簡単に見ると安いんですよね。で、ソメスさんが書いてる情報だと、多分日本で一番情報を持ってるのはきっとソメスさんのはずで、8K プロの話は僕のスマホが 130cfm 数ぐらい溜まって、昨日からずっとこれを見つけてアップロードし続けて、頻度があればって。
あ、これだ。あ、名称がクーカム 8K エンタープライズっていうのになったんですね。一応名称だけは。ただ発売時期価格はまだ未定っていうのが今年の、あ、今月の上旬の染津さんの記事なので、一応まあライブ配信、あとこれなんです、Google ストリートビューレディープロ仕様っていうのが表現されてます、ね、これ。これ、多分、リアルタイムを意味してるのか、これが、これをどこまで読み取ればいいのかっていうのは正直、わかんないですね。ライブはライブで、ストリートビューレディーはストリートビューレディーで別なのか、ライブでストリートビューにどんどんアップロードしてくれるぐらいのことになると、多分、これとあとマッキラリーが対応すればいいだけなので、マッキラリー側にアプローチして、ぜひ、グカム 8K エンタープライズを、マッキラリー対応する、何かしらの対応ができるんじゃないかなと思うと、多分決定版になるかもしれない。なので、そうなんです。今のところ、僕の中では、ここが楽しみでもある。多分13万円ぐらいで出せます。あと、よいしょ。今、2日目に。シータ Z1 とクーカム 8K 使ってて、まあ、いろいろクーカム 8K のいいところがある中では、このモニター、内蔵のモニターのサイズが全然違うっていう。で、こっちプレビューできるんですよね。でもそれがやっぱり、見た目上、ここでもプレビューができちゃう。あ、はい、こっちは、シータ Z1 はスマホのアプリ経由しないとプレビューできない。これだけでもやっぱり手軽さも全然違っていて、やっぱりそこのシータ Z1 がちょっとまだ得意としない部分がすごく、空間の方では修正されてるっていうのは、まあ、面白いというか、やっぱりよく研究してるなっていう感じがします、ね。なので、シータ Z1 もこうモジュールとかでどんどん高機能化して、おそらく近いうちに SD、マイクロ SD カードを読み込めるアダプターとか出てくったらいいなと思ってますけど、つまり本体内蔵じゃない反面、そういうこう、エクステンションみたいなものを物理的に用意して、理工側が仮に用意してくれるんであれば、そういう拡張もあるかもしれないですけど、今のところは、ちょっと空間の 8K がちょっと一歩先に行ってる感じはありますかね。なんか、飯塚さんも含めて、ちょっと、コメントなり。まあ、私の場合は、はい、お金かけないから、お金かけずに、いかに、その、無料なもので楽しめるかっていうところをやってるので、ちょっとなかなかね、360度までが厳しいのかなと。だから歩ってる場合、車持ってないですからね。車がやっぱりないとこれ、水平取れないんで、うん、結構厳しいですよね。で、その場合に、多分一番僕は手軽だと思ってるのは、ちょっとまだこれももう一歩なんですけど、スマホの、ストリートビューアプリは結構使えると思うんですよ。うんうん、で、僕、スマホに、僕のスマホの画面をお持ちします。で、ストリートビューのアプリですごい優秀で、これでストリートビューのアプリ立ち上げると、360度カメラ持ってなくても、このアプリの右下のカメラボタンを押して、360度カメラのボタンを押すと、ここでこうスマホのカメラを使って自動スティッチングしてくれる。うん、でこういう形でギガパンっぽく、人間ギガパンができる。うん、これで、こうすると、最終的にエクイレクタングラーに変換してくれるので、これと移動経路つければ、今ちょっとすごい適当に撮ってます。うん、そうですね。こういうやり方は向いてるかなというところで、うん、入り口としては、こういう撮影と組み合わせていくっていうのが一つ手かなと思います。いいですね。はい、これはいいです。これを旅行行くと、だいたい
あの360度カメラ準備しなくても、パッとスマホで、うん、あの写真を撮って、うん、本当、がっつりデータをアップロードするので、うん、だから iPhone 買い替えなきゃいけない。いや、Android でもこれできます。あ、いや、まだ 6S だから、私。あ、なるほど。うん、カメラですね。うん、ただ、最近、マピラに結構いじって、固定シャッターでも、一枚一枚こう確実にショット撮れるんで、はい、なかなかデータとしては面白いかなと。そうですよね。うん、思ってます。で、調査屋の視点でこう、この間ちょっと試しに撮ってみたんだけど、まあまあ、その、自分の記録用には結構いけるなと。ええ、ただ、真下撮れないとかね、真っ平に言う。はい、そういうところがある。真っ平には、そうですね、真下。うん、360度にすればいいと思うね。すればっていう感じですね、真下は。ええ、いい感じです。今日の私の結論です。あ、そう、これ今、津田塾を出してます、津田塾は、去年から僕、非常勤で授業をしてて、学生たちに自分たちのスマホで津田塾のキャンパス内をストリートビューで撮りなさいみたいな形で、これ僕はレクチャー中に実演して、これ多分シータでワンショットで撮ってですけど、スマホのアプリ使ったものもここにいっぱい溜まっているので、学生によっては、これ多分スティッチング、これもあれか、これもシーツ。多分スティッチングしてる。これ僕は手持ちのスマホのカメラだけでスティッチングしたやつです。これ360度カメラじゃなくても、割とここまで綺麗になる。自分がノーダルポイント、軸を意識しながら、ずれないように撮影すれば、ここまで手軽にいけます。これ、このデータをシェアすると、これでシェアボタンを押すと、これで画像に保存できるんですけども、これがもうエグレクタングルになってるんです。なので、これで写真の中見ていくと、これで、こんな感じですね。縦1、横2のエクイレクタングラーの情報になっているので、これにちゃんとメタデータを受け渡して、マクラリーガーが認識してくれるんであれば、手軽にマクラリーガーを受け渡しできるんですけど、まだ確かこれがちゃんと認識されなかった気もするので、ちょっとそこのあたりが使いにくいところはあるんですけども、いけるのか。ちょっと試しに行ってみます。これで、色経度、確か色経度のメタデータがいかない。これで。マッピラリー。マッピラリーの。ウェブ経由で。それでアップロードにして、それでアップロードで今の写真をアップロードしたときに認識するかというと、確かこれがまだ壁だった気がします。それでブラウズファイルにして、フォトライブラリにアクセスして、今のこの写真を選択。で完了。こんな感じです。これで今だとストリートビューアプリで撮ったデータエクイレクタングラーのデータをマピラリーでアップロードすると EXIF のデータで位置情報がないって怒られちゃうので、まあ、今の写真に対して EXIF ライターとか使って手で EXIF を追加すれば認識するっていう手間をかけるかかけない。これが今かけら、このままだったらいけないので、ちょっとしたワンクッションが必要っていうところの手間をどう考えるか。
他なんかありますか。なので、多分360度写真を撮る場合の、コストの面でいうと、スマホ、ストリートビューのスマホアプリでお金をかけずにやるっていう選択肢と、数万円の2万円、3万円ぐらいのこういう安価な360度カメラを使うという選択肢と、あとは、その次が、やっぱり10万クラスになるから、もうそうすると10万クラスのこういう、あの空間も 8K なりのデバイスになっていくって3段階なのかなと思いますね。でもまだやっぱり完璧な機種がないというところでどうしようかなと。私は元が調査屋なんで、はい、マッピラリーの単写真をこう横に連続で撮っていくだけでも結構、はい、使えるんですよ ね、 そうですね。水平も撮れるし、きちっと、だから結構あれ使ってて、ちょっと画面見せていいですか。はい、大丈夫ですよ。はい、どうぞ。共有今は、はい、でこれが見えてますよね。これは、はい、台風19号の時の、この時あんまり本気で撮りに行かなかったんで、あんまり撮らなかったんだけど、こんな風に連続で撮ってるだけで、はい、これで後で、その、こう、なんか、使うには使える。ええ、なとこですね。はい、で今、マッピラリーも自動的にオーバーラップ率高めのところは、自動的に画面上つなぎ合わせて表示してくれるんで。で、一枚単写真でじっくり見とけ、単写真にして止めてみると、うん、でこれで自動で見ると、そうやってその時のここの状況みたいのはよくわかる。そうですね。こういう使い方をして遊んでるというところですね。はい、すいません。いいですね。もうこれで共有で共有解除です。はい。はい。なんていう感じで、ちょっと取り留めもなく話をしましたが。あ、はい。もうこれですけど、はい。これドローンエディションなので、ああ、なるほど。のやつを組み立てたので、なるほど。あちなみに取ってきたやつも、上映が見たんですけど、そこまであれですけど。今。じゃあ、一旦飯塚さんの画面共有を切っていただいて。切ったと思ったんだけど、切れてるはずですけど。これ本当ですか。何ハード的に。あ、じゃあ、切せない、やったらごめんなさい。やった、ごめんなさい。はい、OK。よいしょ、2カメに変えて、今、こっちのカメラがいい。それで、はい、今日、飯塚さん60の。ちなみに、巷にもガンガン出てると思うので。これはドローン版というか、ドローンエディションというか、あれなので、普通に、すぐ撮れます。撮れます。で、まあ、逆でもつきます。なんですけど、ドローンなので、おお、これは、これが外れます。これが外れます。で、今日は側は持ってきてないんですけど、イメージ的には、あ、写真もあるんですよ。ドローンの Mavic 2 Pro とかの上下にこいつがついて、はい、ドローンに見立てるならば、はい、ドローンがこうやって、ドローン見立てるなら上下にこれがついて、はい、で、さらにコアのモジュールと、別タイプのバッテリーが両サイドについて、でそれらが、側も含めた中通ってるケーブルで全部繋がってみたいな。はい、そう。その気持ちで。で、これが分かれるのがポイントで、まあ、その代わり、単品での防水性能とかが保証されてないんですけど、
まあまあ、見ながら。僕は、この時点で、かなり楽しかった。そういうの。実際、距離は、側に物理的な経路に依存しちゃう。レンズと2つのカメラの距離、はい、固定だった。マジック、必要だったら、必要でも、はい。固定です。だから今出てるのは、ノーマルマビック用とマビック2用と2種類しかないんで、であとはドローンの本体の上にくくりつけるんで、マビックプロのやつは GPS に干渉しないって一応歌ってるんですけど、マビック2は干渉しますよって後出しで言われてるんだと。で、実際に試したら、おそらく GPS15 個ぐらい拾う海岸で、8個とか4個とかになったので、多少は拾うんですけど、多分海だったら、B モードっていうか、GPS 切ったままで飛ばせるので、飛ばしやすいというか、なかなか、まだ待ちかな。これ自体出たときに思ったほど画質が綺麗じゃない。っていうので、中途半端な状態で出すなよっていう、まあそういう問題をって感じなんですけど。まあでもミスター、あの子が割とチャレンジングな、はい、いっぱい出してる。なんで、はい。いや楽しいです。インスタ360も、インスタ360プロでしたっけ？大きい。はいはい、すごいありますね。GPS 違うんですよ。40万、50万ぐらい出せる。球体のやつの結局そうなりますよね。まあ、なので、まあ、それ、結構一時期本気で考えたんですけど、やっぱりちょっとそれここまで出すには難しいなと思っていて、僕の心の中でやっぱり空間もちろん、まあ、空間も 8K。プロというかエンタープライズっていう名前になるのでやつです、ね、どういう形で出てくるか500くらい中継するにはもう見せるのでどうしましょうって感じの動画で撮ったら少しですいわゆるセレブっぽい延長安定すれば演奏を持つので今、インスタ360、何でしたか？ワン R。ワン R。ワン R を、マビック2プロの上に乗って。マビック2プロを上下に挟み込んで。撮影したもので、画面共有すると、これでくれば、画面が共有されるか。信頼するかしない、はいはいはい、画面待ちなんです。それが来るかどうかですね。はい、これが来る。いくらでも信頼するんですけど。うまい。はい。はい。じゃあ。もしかしたらこっちにもあるかもしれない。はい。じゃあ、やっぱり画面。うん。通常から、どっち？やっぱこっちかな。これで。はい。もしできる。なんかバグってる的な一度落としてあげ直した方が、はい、信頼して
すごい高まってる。谷さんから、シータイスをレーシングドローン乗せた話の。結構あれですね、ドローンやってる人たちみんな360度カメラをドローンに積むっていうのは、いろいろチャレンジしているっていうところで。はい、そうです。そうですね。これ今、喋るときこれ押せばいいんですか？そうです、ミュートを切っていただければ。ああ、よかった。聞こえてます。上げてますよね。あの、シータの360の、シータの、シータ S なんで、16年ぐらいです。はい。サイズ感これですね、シータ S。あ、ですよね。それを載せてやってる、はい、YouTube あるんですけど、あの、上げてますけどね。はい。なので、結構、結局、インスタ360って基本 GPS ないじゃないですか。でも、後付けでも GPS のデータの埋め込みって苦手な気がするんですけど、実際、GPS のメタデータって埋め込んだ経験あります。あ、今回これが初めてなので、埋め込んだことがないで。で、そうなんですよ。結構、シータはまだちゃんとスマホのアプリ経由だったりすると埋め込んでくれるし、空間も割とそこはあのちゃんとしてた気がするんですけど、インスタって GPS あんまり重視してない感じがしていて、カメラにもついてないし、スマホの位置情報を積極的に取りに行く印象がなくて、そこがすごいもったいないなっていう感じで、マッピラリー側もインスタ360系がほとんど見たいよ、ね、さっきのカメラの、ライブカメラとしての接続もできるというところで。360が360度カメラですけど、そのアクション関係というか、付属のアプリで簡単にボタン一つとかほんのちょっと入れて編集するだけで、すごい見栄えのいいとか分かりやすい画像ができるみたいな、飛沫なところが一番大事なんですね。そうなんですよ。そこは、ちょっと、いいもん持ってるだけに。そうなんですよ。もったい、インスタ360ならもったいないなっていつも思ってて。間違いなくドローン界隈で360度、普通のでちゃんと撮る人は、360の 1X を皆さんお使いになられています。あ、はい。シータ Z1 は完全に静止画に思いっきり振っちゃったカメラなので、はい、動画は得意じゃないです。そうですね。シータ V 相当みたいな感じで。そうです。ただ今後どうなるか、ハンバーグとしてどうなるかわかんない。今ちょっと、僕のスマホの画面も一回今映しましたけど、通常だとドローンズの同じで、普通の360度カメラと 4K のアクションカメラセットで5万円オーバー。あと怪しくてどうかわかんないけど、それが別に1日のモジュールがあって、あとマニアックなのが1日2個並べて2つで180度のやつが数ヶ月以内に出るっていうので、それを注目してる方もいる。今ちょっとシーター S でもう一回あのマッピラリーで多分今後の進化する形で安定してくるんであればシーターのちょっとアンドロイド版を要チェックですけど iPhone 版に関しては写真撮影モードにした時にこの、アドバンストの機能でカメラの追加外部カメラの追加モードにしてで、今 Wi-Fi でシータ S に接続しているので、検索するとシータ S が見つかるんです。で、これで見つかってカメラ接続にすると、マッピラリのアプリで、今度、シータが来るはず、来てました。そうすると、これが安定するんであれば、もう直接マッピラリのアプリがエクイレクタングラーでシータから受け取ってくれるので、あとは、マッピラリー側でのインターバル設定とアップロードの処理は全部受け渡せる。これができる、ちゃんとしてくれればいいんですけど、いまだにプレビューもこんな感じなんです。ちょっと遅れるし、
今収録中になってるんですけど、ちょっとこの外部カメラの扱いがいまいち、この間が もったいないし、本当にこれで撮れてるのみたいなところで、もう動画のプレビューも行かないんですね、それで。あくまで静止画としてこれで撮影をするというところで、ポチッと撮ってもちょっとやっぱり僕のイメージがやっぱりこのぐらいの不安定な状態で出かけられないです。なので、そうなんです。これ困っちゃうんですよ。これも C 台に限らず LG でもそうですし、みんなこの機能本当に使いこなしてるのかどうかっていうのは正直僕は疑問です。なので結局、まあ、この作業の手間を考えると、まあ、専用のアプリで動画で撮って転調整してっていう、まあ、ちょっとした作業が残っちゃうんですけど、まあ、その方が、まあ、失敗は少ないかなっていうのは結論です。こちらマピラリって、はい、自動でオブジェクト検出する、はい、360度も対応してる。してます。してるはい、なので、スマホで見ようと思ったら見れなかった。あ、はい。オタク的になかった。そこは、割とちゃんとやってるので、うんさっきの写真も、まあこれ森の中だからあんまりですけど、そうですね。はい、これ一回して、オブジェクト、オブジェクトのピクチャー、こんな感じです。これで、素晴らしい、はい、パーソンとか、パーソン、はいはいはい、グラウンド、ベジテーション、このぐらいは 分析できている感じですね。はい、これがしたくて、はい、今僕は、高精度デバイス、アンドロイドデバイスを使って RTK でやってやろうっていう逆のベクトルで動いてるんですけど、360度は360度面白そうだな、はい、それで思って今日は無理くりスケジュール、なるほど、なるほど、はい、なるほど、なので360度でもオブジェクト認識はできます。これはなんか歪んでそうで、はい、どうなんだろうとちょっと思ってたんですけど、そうですね。今のところは割と精度よくいけてる、はい、感じなので、そこは。この前の、Facebook のマピラリのグループの、はい、会議で、はい、これを知って、はいはい、これをちょっとやりたい。はい、なので、やっぱりどこまできちんと映ってるかっていうところはあるんですけども、スカイとワイヤーグループなので、まあ、複数の線、電線があるっていうことが、まあ、読み取れてる。グラウンドも、まあ、同じです。グラウンド、ベジテーション。多すぎるぐらいありますからね。あとは、このデータそのものの中である程度、ポイントで落とせるものに関しては、もう、オープンスマップのエディターに今度やってくるので。そうですね。今やっぱりオープンスマップのエディターも、マテリアルのデータはかなり、その、自動オブジェクト分類した結果が読み込めてるので、あれですね、この前、高輪ゲートウェイのとこ、撮ってましたよね。なので、マピラリ撮ってるので、これで編集モードにして、僕のアカウントで入って、で、麹丸さんが撮影したマピラリのデータから、
オブジェクト抽出何かされているのであれば、この高輪ゲートウェイの入り口の、オブジェクトは出てたと思うんですけど、データが重い。ここを撮影してるときに、はい、あの、なんだっけ、時間レフかなんかぐらい使えそうなジンバルを持ってる人が途中で映ってたんで、僕はなんか、古賀試験を疑ってた。うちの若い人、大学生ぐらいかな、ちょっと車出してたんで分かんなかった、ね、ちゃんと見たかった。なんか、なんでこの駅の前でジンバル下ろしてんだろうって人がいたんで。これですね、この、データはそうですよね。まあでも意外に抽出にこっちは来てるけど、ちょっと読み込みちゃう。なんか工事看板みたいなんで、まっすぐ。意外に駅前のところは自動抽出されてないですね。この辺は。実際パノラマの写真撮ってますか。確かになんかオブジェクトっぽいものは、あのベジテーションは抽出してもポイントデータとしては出てこないので、オブジェクト系は確かにあんまりないのもある。これは実際にまだ看板とかあんまりサインないんですね。あんまりなくて、だからマンホールもちょっとかげっちゃったから下が出なかったので、ラインあ、意外に駅前地味ですね。そうです、地味ですね。まあ、オブジェクトとしてポイントで入力、これなの。これも覚えない。次、会社の会議でマピラリーを勝手にプレゼンする時間があったので、ここまで覚えないといけない。オープンスリーマップは、オープンスリーマップはずっと使わせてもらって、はい。これは何かっていうの、あ、これ柱。柱を認識してる。なので、柱は、識別できているのと、これ信号ですよ、ね、歩行者用信号。この辺、これがこの辺が認識してるやつですね。こういうのは認識できている。あ、このパーキングはもうない。なるほど、これ古いやつ。確かに。そうですね。もうちょっと、この辺まで行けば認識そうですけど。そこに合わせていただいて、合わせてる。もう今一、もうちょっとですね。これ車でスマホでやってると端末によるんでしょうけど、GPS が切れちゃうんですよね。僕はやつが特になるかもしれないですけど、あとは360度を上に乗っけるから、GPS強いだろうな。そうですね。あ、そう。あ、そうなんだ。だからちょっと指定してると。
結構そういう意味では高輪ゲートも含高輪ゲートへの三陸鉄道も含めて新しいルートなり路線が開通すると割とみんなデータ取りに行くようになってきてるので、もうちょっとそこを効率よく回せるといいんだろうなと思いつつですね。まあ結構いい時間になりましたが、なんか他ありますか？はいはい。大体話すことは話したかなって感じなんですけど。はい、勉強になりました。ありがとうございます。いいえ、どうも。一旦抜けてたけど。いい。あの、YouTube に上げた僕のやつは、あの、はい、レーズドローンに乗せて360度で動かせる、はい、レーズに飛んでる状態が動かせるのを見れるんで、後で皆さん見てください。ありがとうございます。それって、はい、でもあれですよね、GPS のログは多分ついてないやつですね。録画して飛ばしただけなんで、はい。だから GPS とかも絡めてできたらいいんですけどね。うん、そうなんですよね、はい。それって、レーシング系のドローンって、その GPS のログって別経由で、フライトコントローラーから。あ、できます。はい、ですよね。データフライトでできるんで、なるほど、なるほど。だから、レーシングドローンも一応自動飛行もできるんで、うんうん、やろうと思えば。まあ、ヘナチョコフラコンですけどね。なるほど。はい、だそうすると、そのログと合わせてやればいいってことですよね。そうですね。そこの使い方をちょっと、こう、普通にアナフィーでやれよって話ですけどね。まあ、そうなんですよ。結局は。アナフィー、まあはい。でもそのあたりはドローンからのデータの引っ張り出しも含めて、そうです、もうちょっとこうノウハウを貯めたいなと思ってるので。ああ、ですね。はい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 。ということで、まあ今、今日はちょっと360度カメラの話になるんで、まずストリートビューで、ストリートビューを作るための、効率のいいやり方っていうのは、まあ結果としてはまだ完璧なやり方っていうか、一番効率のいいやり方は模索中ではあるので、そこをどういうふうにやろうかなっていうのは、まだ考え中。360度が遅延なしでできたら一番いいなと思ってるんですけどね。はい、そうなんですよね。そこが 5.8 ギガ帯の、HDM 経由で吐き出せるけど、やっぱ遅延しちゃいますよね。一番新しい CPU 的に。ですよね。おそらく。だと車のレースみたいなので、こう横向いたりとかできたらいいなと思ったんですけど、さすがにそれはできないですね。多分それも含めて、その空間の 8K の、はい、5G 対応、直接こいつがもう 5G でキャリアにライブ映像を流せる時代が来て、しかもこのぐらいのペイロードがドローン側でカバーできるようになってくるのであれば、はい、多分それはそれで 5G 経由では可能になるかもしれない。レイテシーがかなり良さそうだ。5年後ですね。いつになるか。いや、もっとあれですよ。だったらファントムだったらいける。ファントムいけると思いますよ。でマビックちょっときついですよね。マビックきついです。下は乗せました。はい、でも、いけると、あ、全然いけると思います。本当ですか、はい、マビック2。マビック2でいけます。このパーだ絶対いけます。アナヒは厳しいですね。アナヒは厳しいですね。乗せたくない。乗せたくない感じがあります、ね。しかもこれで 5G とか、多分エンタープライズになるともうちょっと重くなる感じがするので。そうですね。ちょっと、まあでも、多分、中尾が聞いてるのでなんて思うか分かんないですけど、多分、360度カメラって、もう、オリジナルでは作れないんですか？レンズをどう入手するかだと思います。このレンズは相当やっぱりノウハウがみんな詰まっているので、リコーさんの特に Z1 とかって、はい、チーズでいう一眼レフ相当の相当こだわりのあるレンズなので、はい、空間も 8K と比べて一応スペック上劣るはずですけども、多分描画力でいうとそれなりにやっぱりいい勝負してくるというのは多分レンズがいいんじゃないかなと思いますし、その、ドローンのフロントカメラをやめて、
360度カメラに合わせて、360度カメラのドローン作って、レーシングドローンで作れないのかなと思ったんですけど。多分それのいいとこ取りがさっきのインスタ360の。ああ、分離できるんですね。はい。はいはいはい、それでドローンにオプティマイズさせていくっていうのは、インスタさんのものとしては面白いアプローチですよね。なので、ある程度、こう、モジュール化しておいて、ドローンにも使えるように設計しておくっていう。ドローンの前のプロペラの上に2台つけて、180度に落ちている方は、近場で、どの会いらっしゃって。さすがって思いました。それはちょっと残念。でもあれですよね、多分スカイディオとかもカメラベースがで見てる感じですよね、パッと見。カメラデータで見てるんで。あれはあれで多分360度までいかなくても、かなり魚眼レンズとして広角のレンズがあちこちに。そうですよね。なので、先ほど 見せていただいた、何でしたっけ、道路と森とかが把握できるっていう感じになってるってことですよね、はい、あれね。そうっすよね。だからスカイディオはうまくもしハッキングできたりなんかすると、まあ、あれ自体が実は360度カメラになっちゃってるかもしれないわけですね。ああ、ちゃんと映像化した場合ですね。多分その、言ってたのは、やっぱり映像化しちゃうと処理能力が間に合わないんで。ああ、個別の。だから、ただのこのデータにしてる。うん、こっちにポコポコって出るようにこう、なんですかね、そのシルエットだけで持ってきてるんだと思うんですよね。あれもクラウドを使ってたと思ったんですよ、うん、多分、はい、そう、最終的にはポイントクラウドを生成してですか、ね、多分映像とか見ると多分少し粗めのポイントクラウドを作っているんじゃないかなと思って、それを出力したいっていうのを、ワンの時代にずっと僕問い合わせをしてたんですけどちょっとできなかったんで、ああ、はい、そういうことですね。もうちょっとなんかプログラムとか分かる人がいると、ワンの時はディベロッパーサイトとかがあったので、できるのかもしれないですけどね。はいはいはい。だから全部なんか本当にあらゆる目をつけちゃえば、ドローン自体が360度になるってことですよね。そうですね。いやそうなると思いますね。多分。あとまあ処理の問題ですもんね。なんか今回もだからスカイディを載せたのが、NVIDIA の新しいあれですもんね、処理のやつで、言ってたのは、なんか、車サイズぐらいだったらいくらでも360度は作れるけど、やっぱ空飛ぶものに転用するとバッテリー容量とあれが足りなくてダメだって言ってたんで、起動ができないっていう。うん、なるほど。そうっすね。それがきついって言ってたんで。そしたらかなりの空間把握ができるものが作れるってことですね。そうですね。以上です。はい、ありがとうございます。いやー、そうですね。なんとなくでも、ゴールは見えてきたかなっていうところで、あとあれですね、バーブ360が安くなったので、ガーミンとしては、ということは新製品が出るんじゃないかって噂も出てるので、バーブ360の新製品がどう出てくるのかというのと、空間の 8K のエンタープライズがどうなるのかというと、シーター、リコーのシーターもあれですよね、ちっちゃいリコーのシーターの最初の開発チームが独立したりとか、はい、いろいろリコー側の動きがあったりしてるので、まあ Z1 は一眼レフに色をイメージしていて、多分次リコーとして出すんであれば、シーター Z1V とか、ビデオにオプティマイズされたものになってくるっていうところでは、さっきのマッキャリーを動画で撮っていくっていう戦略の中で、ちょっと興味がある。そこにまあ GPS を載せてくれたらいいんですけど、多分、まあないやろうなとは思い、そこの、とかまあさっきのマイクロ SD 問題とかも含めて、まあ、ちょっと。GPS 搭載難しいんだろう。高額性でも結構いっぱいいっぱい。もういっぱいいっぱいだと思います。これ以上大きくしたくないっていうのが一番。という感じです。はい。よいしょ。まあ、じゃあもう9時半ですね。そうです。はい。まあちょっと今日初めて使った機材がいっぱいあったんですけど、まあ、カメラ2台構成で、スイッチャーも入れて、すごいですね、はい、
本格的にだんだんなってきたので、ちょっと割と、結果として今日サラサラでは、有線のネットワークで接続して、スイッチャーを間に挟んで、カメラ2台と、スマホつないだりっていうところでは割とスムーズにいったのかなと思っているので、大体この環境で次回以降も、ライブ配信ができると盛り上がるかなというふうに思っています。はい、大さんから OK 出てるので、いい品質、はい、よかったです。なので、まあ、これも含めて、ちょっと次回も活かしていきたいなと思っています。あと、後でこのデータも、YouTube にはアップするんですけど、ちょっと試しに、これ多分だから、今日ゲストの人というよりも、これを見て、あ、今日の話、案外面白かったねって思う人たち向けに、これかな？ちょっと待ってください、お布施違うな。投げ銭用の QR コードを発行しておいたので、興味があれば、そこに投げ銭していただけると、多分ここの会場の機材がもっと充実してくるんじゃないかと思われます。で、今 QR コードの準備をしているので、これだ。じゃじゃーん。こういう配信できるのかな。これでどのぐらい、おここか。これ PayPay コード、後でこれ画像にもアップしていきますけども、これで誰かしら見た人が、ちょっと、これでこの QR コードで500円投げ銭ができる仕組みに一応なってます。なので、ちょっと後でこの画像を、Facebook にも貼っておきます。これを貼っておきます。これを Facebook に貼って、で、ここのライブ配信会場を活用していただける人がどんどん快適になるように。よし。この機材は私物じゃないですか。ほぼ私物ですよ、ね。はい。なので、徐々にここを、山田さんが入ってくる。ここに。ここに画像を貼るという術が今ここ側に貼れる、オンライン配信の Facebook ライブにコメントで画像を貼れないのかということなんですが、そんな感じしました、ね。なるほど。まあちょっと考えます。なので、はい。一応一旦、このあたりも含めて、多分これから新型コロナでもうリアルイベントがやりにくくなってる中で、ちょっとお金の受け渡しなり、面白いなと思った時に、ちょっと、こう、長居戦する仕組みで何がいいのかなっていうのをちょっと、いろいろ試験中なので、面白そうだなと思ったら、ペイペイの QR コードをスキャンして見てください。ちょっとと、500円。それぞれいろいろなことが覚えて投げ銭。いや、いろいろここで試して、ペイペイコードです。ペイペイ。今のズームのやつがわからなくて、Facebook でメッセージすると、トラスさんがズームのアカウントをご一緒に教えてくれる。はい、そうです。もう一回説明をすると、Zoom の配信の URL は、公開すると、Zoom ボマーと呼ばれる、Zoom の配信を邪魔するこう人たちが今世の中にいっぱい出てきているので、それを解決するために、信頼できる相手にしか、接続用の URL を送らないというので、今日限定したメンバーにしか送りませんので、誰でも入れるような環境はちょっとまだ気をつけているという状態です、はい。まあ、いずれにしても今日は Zoom 経由で Facebook ライブに直接配信をするというやり方を試してみたということと、ちょっと私物のというか研究室の機材が充実してきたので、スイッチャーを入れて、カメラを複数台入れて、いろんな360度カメラを持ってきていろいろやってみたと
というような形です。はい。インスタ。インスタから空間から。途中で見てました。はい。京王線の中で。です。はい。じゃあ、なんかあれば、また、共有します。来月は、偶数月なので、新型コロナがどうなるかわかんないですけども、ドローンナイトやる形になるのかなと思います。タイさん、もし、来月の、地図バーはドローンナイトなので、共有、時間が合えば、ぜひ、来てくださいというところですね。まあ、それも新型コロナ状況ですね。次第ですね。はい。何かあれば、ですけども、なければ、これで終わりにします。はい、お疲れ様でした。じゃあ1カメにも、1カメに切り替えて、お疲れ様でした。スイッチャーを。はい、じゃあ終了します。ありがとうございます。